どうも、孤独でございます。どうもどうも、ありがとうございます。いや、今ね、僕ね、盛岡市あのリサイクルセンターっていうところにね向かってるんですよ。ただね、粗大ゴミを出しに行くだけ、それだけの動画なんですけども、ですからね、盛岡市民以外の方にはね、あまり興味がないっていうか、ためにならない動画なんでね、その盛岡市民以外の方はもしよろしければね、ここでねスルーしてもらえればなと思っております。それでなんでこんな動画をね、撮ろうかなと思ったのは、意外とね、皆さん粗大ごみの出し方をね知らないがためにね、結構なお金かけて業者さんに頼んでるんですよね。いろんなお客さんともね、こう話していながらね、知らない人が多いんだなということが、ちょうど今の引っ越しシーズンでしたので、ね、そういう声がありましたんで、じゃあ少しでもためになればなということで、こういう動画を作ろうと思った次第です。今日はね、どういうゴミ持ってきたかというと、自動車のね、屋根のルーフの上に乗っけるあのボックスありますよね、ルーフボックスね、僕が自分の車の上に乗っけてたんじゃないんですけども、スキー板とかね、長いものを、しまうスペースがなかったんで、外に置いてね、その中に入れてたんですよ。ただいらないものを、どんどん捨ててったらスペースできたんで、そのスペースにスキー板を移したりしたんでね、ルーフボックス自体がいらなくなったということで、ルーフボックスと、あとはよく通販番組とかで自転車あるよね、トレーニング用の自転車ね、それももういらないから、大した使ってなかったんです。最初の頃は使ってたんですけども、結局それで休んなかったもん、今黙ってて自然と休んでだからもう必要なくてね、家の中は無駄にスペース取るんでね、そういうのとかね、あとはこまごまとしたやつを持ってきましたね。さて、ここにね、盛岡市リサイクルセンターの看板がね出てきましたんで、ここを左に曲がっていきます。こうやってね、業者のトラックがいっぱい来ますから、基本的に僕がやってるのは業者がやってることとね、同じことを今やってるわけですよ。トラックで来るかね、自分のマイカーで来るかの違い、ただ車によって長いものを詰めない、ね、車の方もいらっしゃると思うんですよ。僕の場合ステーションワゴンなんで、こう椅子を倒すとね、結構3メートルぐらいまでの入っちゃうからね、だからルーフボックスも入るんですよ。はいはい。でここにね、右車線いうて、こう右にこう行って、信号機あるから、ここで信号がね青になるまでちょっと待機します。で青になったんで、で管理人さんに住所を言うんですよ。ここでね、機械にね、カード渡されて、機械にカード入れて、で今から行くとこに登っていくんですよ。そして捨てる場所にバックで車をバックして、自分でゴミを捨てると、ただそれだけで、帰りまたカードを入れると、その重さの違いね、重さの違いで料金かかるかかからないかなんだけど、190キロまでかかんないからね、ほぼかかんない。今誘導してもらうんでね、
でね、今吸って終わりました。あっという間でね、あのトレーニング用のあの自転車のやつはね、捨てないでって言われたから、あのもしかしたらあの職員さんたちがね、使えるかなーって見るんだろうね、おそらくね、家に持って帰れるんじゃないかなみたいな。でもね、あのあれだもんね、工具っていうかね、あれを捨てちゃったからさ、バラして持ってきたからどうすんの、まあなんとかできるけどね。で今またその剥がるところに計量して、これで終わりで、今計量していきます。それであの重さの差がね、今30キロでしたんでね、もう全然お金なんかかかりませんよ。190キロだったから70キロだったかな、そこまでかかんないらしいんで、まあたったこれだけ。だからね、皆さんもね、自分で捨てに来た方がいいです。無駄にお金かけないようにね、業者の方これ見てたら怒るんだろうけど、おめえ余計なことすんなと思って。でもね、まあまあ、でも、これからね、経済もしかしたら冷え込んでくるかもしれませんので、皆さんのお役に立てたなら幸いでございます。それではまた次回もよろしくお願いいたします。